はい、今日もあなたにこんばんは。日常演舞です。本日はこちら、スターバックスで2024年もハロウィン商品が出てきたので食べていきたいと思います。と言っても2024年は種類が少なめで、メラメラフラペチーノとハロウィンマサラダドーナツの2種類でしたが、どちらも美味しかったです。ではどうぞ。はい、いかがでしたか？フラペチーノもマサラナもベリーのジュワッと広がる甘酸っぱさが広がってきて美味しかった。特にフラペチーノはなんだろうな、メラメラという割には結構涼ませてくれて、どこか心落ち着く、だけど静かに燃えるような味わいがある商品でした。一方マサラナにつきましては、口の中でジュワッとベリーの甘酸っぱさが広がってきて、ハロウィンの楽しさを表現しているような味わいになっています。どちらも美味しかったので、あなたもハロウィン前にスタバで食べてみてはいかがでしょうか。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。